エースコンバット6開放への戦果はバンダイナムコゲームスより2007年10月23日に発売された XBOX360 用フライトシューティングゲームオンライン対戦にも対応するエースコンバットシリーズ国内第8作シリーズとしては初の XBOX360 用作品日本ゲーム大賞2007ではフューチャー部門で オクスムアワーズ2008ではベストストラテジーオアシムを受賞している。日本国内では XBOX360 の所有者が少ないため他の作品と比較してマイナーな作品となっているため隠れた名作であると評価されている。発売から12年後の2019年1月17日には エースコンバット7が発売され、早期購入特典として、XBOX1 対応の本作が提供された。これは、XBOX1 の介護管機能を利用したもので、従来から、あるパッケージ版を、XBOX1 で起動した場合と内容は、同一である。XBOX1 のホイッチメソッドの適用により、本作は、 Xbox 360の9倍のレンダリング解像度かつ拡張された色表現で遊ぶことができるようになった。1999年の小惑星ユリシーズの落下から16年後の2015年、アメア大陸では隕石の被害による経済破綻で内戦状態に陥っていたエストバキア連邦が軍事政権によって再統一され、 被害の少なさから復興を遂げ繁栄を謳歌していた、隣国エメリア共和国と共に、大陸は平和への道を歩み始めたかに見えた。しかし、同年8月30日、突如として、ストバキアは、エメリアに対して、侵攻を開始。首都に飛来する敵機の迎撃任務を受け、エメリア空軍部隊が緊急出撃する中、TAC ネーム、 タリズマンが所属する戦闘機部隊、ガルーダ隊にも、首都防空任務が発令される。後に、エメリア・エストバキア戦争と呼ばれる戦いの、始まりであった。XBOX Live 及び、XBOX360 マーケットプレイスにより、以下の要素が提供されている。シリーズ恒例となった、オーケストラサウンドをベースに、新しい試みとして一部楽曲に、少年合唱団による、 ボーイソプラノを取り入れている。合唱は、英国のトリニッティ少年合唱団が担当し、トリニッティ少年合唱団の担当した楽曲は、最終ステージ挿入歌の、シャンデリア、シャンデリアと、ツーオールシングス、ツーオールシングスよびエンディングテーマの、エイブランニューで、ブランニューで。オーケストラ演奏は、ブルガリア国立放送オーケストラで、 担当楽曲は予告編でも使用された、リベレーション・オブ・グレース・メリア、グレース・メリアの解放と、プロローグで流れる、エース・コンバット6メインテーマ、メインテーマなど。また、BGM や音声を含むサウンド・エフェクト、イベント・ムービーといったすべての音源で、ドルビー・デジタルによる 5.1CH サラウンドに、対応している。本作はサブタイトルが初めて、日本語で書かれたタイトルでもある。 これまで、通りカタカナ英語のタイトルだと、エースコンバット6ファイアオブリベレーションとなる。また、過去のシリーズでは、日米のタイトルとヨーロッパのタイトルが違うことがあったが、本作のサブタイトルは、英代のファイアーズオブリベレーション、もしくはその翻訳となっている。翻訳された例としては、フランスのラゲール・ポア・ラ・リベレーションがある。 フライトスティック EX 本節内における都出機きは、特筆していない限りゲーム内の都出機であり、実際の都出機とは異なる。エメリア軍の航空、地上部隊には、往年のナムコ作品の名前や各種ゲームに登場する、キャラクターの名前を冠した部隊が多数登場する。エメリア共和国空軍とエメリア国防空軍は、英語版では共に、エンメリアンエアーフォースで統一されており、 エメリア共和国海軍とエメリア共和国軍は、エンメリアンネイビーで統一されている。エメリア共和国空軍、エメリア国防空軍、エメリア共和国海軍、エメリア共和国軍、エメリア共和国,軍共和国陸軍プレイアブル機は、実在機が14種、架空機が1種の、計15種である。航空機名の使用許可については、ロッキード・マーティンやボーイング、ノースロップ・グラマン、ベイ・システムズ、 ユーロファイター GMBH、パナビア GMBH、脱走アビアシオンから使用に関するライセンスを取得している。また、航空自衛隊から協力を得ている。通常の機体とは、ペイントや性能、特殊兵装の搭載数に違いがある様々な機体が提供されている。ダウンロードした機体は、キャンペーンオンラインの両モードで使用可能。同じく、 バンダイナムコゲームスが開発したザ・アイドルマスターのキャラクターが描かれた機体も用意されている。各パックの中の機体を一つでもダウンロードすればオンラインモードで当該パック内の未購入機体に遭遇した際、その機体の特殊カラーで表示されるようになっている。また、ゲーム中で使用可能になっていない機種がベースの機体であっても、 ダウンロードコンテンツで購入した機体は使用可能であるが特殊兵装は機体ごとに決められたデフォルトのものしか選択できず他の特殊兵装については本来の条件を満たしてオリジナルのバージョンを購入し特殊兵装を追加する必要があるしか選択できず他の特殊兵装については F-15E が本来 購入可能になるまでストーリーを進めて、機体と特殊兵装を購入する必要がある。本作の予約特典として、エースコンバット04に登場した2部隊のペイントが施された F-15E のパックをダウンロードできるコードが配布されたほか、2008年7月配信のパック10まで合計10パックが配信された。 特に記載のない機体の価格は 200msp、パックレーサーにより、無料ダウンロードの機体は、シルバーメンバーシップについては1週間遅れでの配信開始となった。発売開始から、長らく配信が行われてきたが、2016年6月30日を、もって、すべての DLC の配信が終了した。なお、購入済みのユーザーは、再ダウンロードが可能である。 オンラインモードでの追加ステージは以下の5つが配信されている。なお、当初はバトルロイヤルについては2つ制作されていた。価格はそれぞれ配信開始当時のもので2008年11月6日より無料配信となっている。なお、追加されたマップはランクマッチでは使用できない。これはランキングに関する仕様の変更に関して大きな手間が、 かかるためだとされている。2008年2月の配信から追加された最高難易度のミッション。敵配置やパターンなどの大幅な変更、さらにはマイナスイズムの要素が追加されている。一方、戦いを優位に進めるために特定タイミングで始まるタイマーカウントダウン時にネームドキを撃墜することにより支援要請ゲージを強化できる。 カウンターチャージシステムを搭載する。ゲーム中の1から4話と9話に相当する5つのステージが配信された。価格は例にのみ 300msp、他は 350msp。この他以下のものが配信されている。上記特殊機体に用意されたザ・アイドルマスターのキャラクターが描かれた機体の一部は、 模型メーカー長谷川により、アイドルマスタープロジェクトと名打ちプラモデル化されている。ありがとうございます。